どうもおばんでございます。操作でございます。さあ今日はですね、昼間にちょこっと時間があったので、買い物がてらにちょっとバイクで、走りながら、景色を撮っていこうかなと、思って、こうやってカメラ回してます。例のごとく、音声は今喋ってるのは別撮りでございます。これ結構評判良かったんだよね。やっぱりね、こうこれからも楽しみにしてるよっていうそういうコメントをね、Facebook とかでいただくと、すごい、こう、やる気になるかなと思います。まあ、今後顔出しはちょっとしばらくね、できなくなりましたけども、だからなんでかって言ったらね、ちょっとね、いろいろあったっていうことしかちょっと言えませんけども、まあ、これからはね、マイナス面なことだけじゃなくて、プラス面のことね、明るく楽しい話題を、こう、ちょっと振っていこうかなと思っております。さあ、今日はですね、4月30日。まあ、4月30日じゃねえ。間違えた。4月29日。ね、昭和の日でございます。ね。昭和の日なんだけど、明日で平成が終わって、明後日から令和が始まる。ね。そんな、ややこしい、昭和の日ですけども。まあ、さっきもね、相方と、まあ、電話でちょこっと話してて、その前は友人とちょっと電話を しましてですね、そこでね、出てきたのが、やっぱ令和って、違和感あるわって、平成ってずっと今まで使ってたでしょ、平成ってずっと言ってたから、こうなんか平成って違和感ないけど、急にね、まあ、明日の今頃か、明日から令和ですよ、令和元年ですよ、ね、令和ってなんか違和感あるわって、言いにくいわって、なんかみんな口々に言うんだけどね、僕はね、違和感ないなと思いながら、あさってから令和元年か。もうそれぐらいで、ね、これなんで止まったんだっけかな。あ、バイクの、メットの紐が取れたんだな、この時な。全然関係ないことを言いましたけども。なんかね、まあ違和感はないですけどね。まあ、だって昭和から平成に変わる時っていうのは、まあ昭和天皇が崩御されて、で、もうバタバタとその、元号法とかっていうのでね、ね、明日から元号を変えなきゃいけないよっていう法律だったから、政令に従って、じゃあ明日から平成ですよってバーンと小渕官房長官がパッと平成ドンって出したんだけどね、あの時も多分みんな違和感があるなって言ってたんだと思いますね。前の動画でもなんか同じこと言ったような気がするんだけども、まあね、平成って違和感あるよねって言いづらいよねとかってみんな言ってたけど、なんだかんだで今平成ってこうね、定着してるからだけども、俺はね、令和もね、同じだと思うの。俺はもうなんかもう言い慣れたから、別に違和感はないけど、自分のな頭の中にインプットしたからね、違和感はないとないんだけど、やっぱりね、まだ違和感ある人はあると思う。それはね、ごく自然なことだと思うし、すごくね、当たり前のこと、急に昨日まで平成だったのに今日から令和、何、平成って言い慣れたのにさ、なんで令和なのみたいなっていうのもあるだろうけども、僕は違和感はないです。はい。そんなこんなで今日は昭和の日です。で、ある動画の中にはね、平成最後に昭和駅から平成駅まで乗ってみましたっていう動画もなんかあるみたいですね。僕もちょっとちょっとだけね、拝見したんですけども、鉄道系ですかね、このチャンネルね。昭和駅っていうのは横浜、まあ、神奈川にあって、鶴見線だったかなにあって、平成駅っていうのが九州、熊本の方にある、豊肥本線だったかな、日豊本線、よくわかんないけど、俺てっちゃんじゃないからよくわかんないけど、なんかそこまで1万5000ぐらいで行くっていう、ね、特急券のぞきで、結構乗り換えも少ないみたいよ。新幹線、鶴見線から新幹線、新幹線から新幹線、新幹線から在来線っていう、なんか4回ぐらいしか乗り換えがないっていうような感じだったらしいんだけどね。それもなんか面白いかなって。今度令和って駅ができたら面白いよねって思うんだけど、令和って場所あんのみたいな、これ多分探せばあると思うので、皆さんぜひ探してみてください。僕も探します。はい。というわけで、ちょっとね、もうそろそろ5分になるので終わりにしたいと思います。以上、操作でした。グッドボタンよろしくお願いいたします。では。